チャオス。ウイス。腹減ったわ。腹減ったね。今から遊びるにトレーニング行くけど、その前にちょっと時間あったし、今カメラ回ってんだけど。俺だろう。ちょっとなんか質問的なトーク撮りたいなと。え、でこっからどんぐらいから遊びるは？1時間かかんないぐらいじゃない？全然かからんよ。普通に20分ぐらいか30分ぐらいじゃない、うん、てか回ってんねんなこれ。うん、飯食おう。飯食いたいわ。車の中こういうこといいん？いいよ。じゃあ僕で買うか。歯磨いた？臭い。いめちゃくちゃ磨いてるわ。いやそれ言いたいだけだし、ね、マジであんまり見ないだ。言ったもん勝ちじゃんそんな。ええー、これ編集できんねんから。今日はどこ泊まってたの？シンプルに川崎のスラッシュ川崎ハフの多分説明って YouTube でしてなくて、ああ、多分何なのか知らないと思うんだよね、みんな。俺がよく泊まってるハフ、未だにあってアパホテルに泊まってるって思ってる人とかいっぱいおるからな。ハフは俺が、あれよ。2年前チーム辞めて、うん、で、そのタイミングで家を手放して、うん、家なし、チームなしでやってた時、うん、まあ今もやねんけど、うん、に、それ初めて半年ぐらいかな。うん、あ、ちゃうちゃうちゃう。あ、まあそれ初めて1年ぐらいかな。うん、した頃に、声かけてくれて代表、ハフの代表の人が。うん、ハフっていうのはその定額で、だから月いくらで、うん、そのハフの提携のホテルとか、うん、ゲストハウスが何回泊まり放題ですよみたいな。だから俺は泊まり放題なんだけど。すごいよ。そう、そういう声かけてくれて、うん、で、なんか、スポンサー層的な、アンバサダー。だからずーっと使わせてもらう。この間な、この間というか昨日ちょうど、トータルで何回宿泊したかみたいな見たら、100回超えてたわ。105回ぐらい行ってた。で今もう全国に何箇所？400と、その当時使い始めた頃は100なか、もうすぐ100ですよ。だから1年ちょい2年ぐらい1年、そっから1年やな。だ俺ジャンクスポーツ出た時に、うん、なんかあのアパホテルにずっと泊まってるみたいな話して、うん、そう、あのくらいからに声かけてくれて、うん、そう、だから家なしでずーっと生活してたら神様現れたみたいな。で家なしで生活してからなんか家あげるとか言う人も現れたり。ああ言うだっけ。バカでかい家でしょ。あ、そうそうそう。で使い道が今のところないから。使い道がないからいいですって。普通絶対住むよな。うん。怪しい話とかじゃなくて、うん、普通に不動産の人で、何かと有名な、うんうん。めちゃくちゃありがたいけど、当時家、なくしたくてなくしたから。うん、そうそうそう。俺が、なあ、マジで、経済的にやばくて、家持ってへんってわけでもなかったから。でもその勘違いはあったもんね。間違いなく。あ、そうなんかな。世間的に。あったんかな。そういう、なんか見られ方しなかった。俺そういう台しか出してへんで。まあそうなんだけど、うん、その、まあ家なし、所属なしってもう一般的に見たらお金ないみたいな。ああ。なるし。まあそう思うよね。まあ普通は所属チームからお金もらうもんかな。うん。ちょっと待って。飯食おう。うん。もうドライブするのがいいな。じゃあ、レディーゴー。早すぎやろ、充電切れる。ちょっとね、俺一個ね、聞きたいことがあってね、うん、俺子供生まれたじゃん。おう、大勢がもし今後親になった時、おう、どういう教育するのかな。なんなんその話題。いや、本当に気になってて。放置系？放置系って物理的に？その物理的放置は絶対な、できひん気がする。その放任？
その意思尊重。あ、でもそっち側ちゃうかな。そっち側やと思う。ラグビーやらす？いや、自然とラグビーに触れる機会は絶対それは多なるやん。俺がこういう立場でやってる分。うん。それで自然とやるならやったらええしみたいな感じちゃう。やらせたりとかはあんまない気がする。いや、俺ラグビーじゃなくて音楽とかやらしたいんよ。ああ、うん。でもそういうのって、こっちから何か手を差し伸べてあげないと、うん、きっかけがね。触れる機会は提供できるやん。いいものに。まあ、いい音楽流しとけばいいやん、家で。うん、そういうことか。で、自分が、受け手側として小倉がやるか、うん、作り手側として小倉がやってたら、そういうことだよね。うん、だからいずれにせよ、触れる機会は多くなるから。ギター始めようかな。俺がギター真剣に習ってたら興味湧くもんね。うん、そうやな、そうそうそう。そういうことだよね。まさか俺のサックスとコラボしようとしてる？しようとしてない。じゃあ芸術系か。そう、俺芸術系。待って。井戸ちゃんって、うん、漢字ジェス、ギターの弦ジェス、うわさしていつかやってる、やってるな。やってんだよ。これもう生まれる前からそれ決めてて、やってる。いつか自分ってギター運命なんじゃないかって、こっちから与えないもう与えてるからそれは。与えてない。それ与えてるから。だって音楽に自然と触れさせたことじゃないもん。もう気づいてほしい。もう気づかなかったら気づかないでいいんだから。小学校で出てくるで、あの名前の由来親に聞いてこいっていうくらいマジ由来がそうなんだよね、ほんまや。ギター運命感じてほしい今。じゃあそれ気づいてと思いながら話してたんだるしんどダメなやつはあるでしょ。ああ。ダメなやつをダメって言う？ダメなやつないけどな。あ、何例えば？なんか音、リズムネタの芸人とか。いやでしょ？ちょっと。いやでも、止めはせえへん気がするな。やれ、頑張れよって。うん。私リズムネタで生きていこうと思ってんの、うん、って言われて止めれる？まあ見してもらうよね一回それは見してもらって。止めれないか。止めれないな。セブンズ7分ハーフやで、うん、15分やで、うん、体の中の糖質消えるわけなくない？